皆さんこんにちは。さあ始まりました KCN 情報発信スタジオケンスター。この番組は生駒市にある KCN スタジオを情報発信基地として奈良県のさまざまな話題をお伝えする番組です。番組進行は私永井康人、近藤彩香です。さて、先週までですねマスクをつけてお送りしていたんですけれども、はい、関西2府1県のですね緊急事態宣言が解除されまして、このスタジオ内も、ね、感染防止対策をしっかり取った上でマスクを取ってお送りしていきたいと思います。はい。さあそしてですね、この初回放送の次の日は3月3日、うん、ひな祭りですけど、なんかやられるんですか。多分ツートップとひなちらし寿司食べます。ツートップって何ですか。おひなさんですよ。おひなさんという相方でじゃないですか。相方って、はい、お隣の、サッカーみたいですね。ツートップってツートップそうですよ。あれちなみに新郎飾りツートップだけはいるらしいですよ。めっちゃドヤ顔で言ってきますね。実はねさっき聞いたんです。今の情報かい。開示で変わる、ちらし寿司とひなのお餅とひなあられはしっかり食べたいと思います。さすがはね、はい、食べるね。わかりました。さて、今回ピックアップザ奈良なんですけれども市川さん中継に行ってくれたので早速呼んでみましょうか。市川さん。はいはい、市川真由です。我が家はですねこの前の日曜日にようやくツートップのひな飾りを出しました。あっという間に片付けないといけないなと思って今からもうちょっと片付けるのめんどくさいなの気持ちでいっぱいいっぱいでございます。さて3月になりまして来月から新入園新入学ということでね準備をされている親御さん本当にお疲れ様です。私も今名前付け頑張っております。さあ入学準備の代表格といえばランドセルではないでしょうか。今日はですね奈良市古市町にありますランドセル専門店からいろいろご紹介をしようと思いますのでお楽しみに。はい、わかりました。ランドセル、うわ懐かしいな。そうですね、専門店なんですね。はあ、そんなのね。はい、わかりました。後ほどよろしくお願いします。お願いします。さて今回も生駒市園芸店グリーンプレス山町さんのご提供でスタジオに鉢植えを飾っていただいております。この鉢植えは後ほどご覧の皆さんへのプレゼントとしてご案内しますがその詳しい育て方を聞いていますのでこちらをご覧ください。今日のおすすめはマーガレットのモリンバです。性質は強健で大変育てやすく大株にすると美しい丸い株に育ちます。屋外の日当たりの良い場所で管理しましょう。強い霜に当たると株が傷んでしまいますので冬場は軒下か室内に取り込んでください。土の表面が乾いたら鉢底から流れ出るくらいたっぷりと水を与えましょう。花が咲いている間は水切れに注意してください。株が大きくなってきたら半分の高さを目安に切り戻しましょう。花つきが良くなり蒸れの防止にもつながります。生育期間中は定期的に液体肥料を与えましょう。ああ綺麗に咲いてますね。一鉢で本当すっごいたくさんのお花がありますよね、うん、グリーンプラザ山町さんではたくさんのお花や観葉植物お野菜の苗まで扱っておられます。園芸にご興味のある方はぜひお店にもお越しください。さあ続いてはトピックスのコーナー参りましょうか。今朝では撮影クルーが奈良県各地を飛び回りまして地域の話題をくまなく紹介します。あなたの身近な人登場するかもしれませんよ。サイズ良かったね。前回ここやったからね。こんなやったからね。バッチリでございました、はい、さあまず初めの話題です。現在奈良市内の4会場で福寄せひなの展示が行われています。平城宮跡会場と奈良公園バスターミナル会場の様子を取材しました。ユニークなポーズのひな人形が並ぶ福寄せひなプロジェクトは家庭での役目を終えたひな人形をもう一度何かの役に立ててあげたいと平成21年に名古屋で立ち上げられたものです。奈良県では今年から奈良市役所などの4会場で福寄せひなの展示が始まりました。今映像でご覧いただいているのは平城宮跡歴史公園内にある天平馬主館会場の様子です。実際の奈良のイベントにまつわる小道具が散りばめられおひな様たちによって奈良の観光名所を案内してもらっているような展示になっています。またおひな様の衣装をイメージした着物も展示されているほか
パソコンでテレワークをしたり買い物をしたりなど思わずくすっと笑ってしまうようなひな人形も並びます。面白いね、はい。まあ、日常を楽しむひな人形にはコロナ禍が収束して早く元の生活に戻ってほしいという願いも込められているんですね。さらに同じ施設内にあるお土産屋さんにもひな人形が飾り付けられ鮮やかな着物に身を包んだおひな様たちが店内を彩っています。平常休席会場のほかにも2月28日からは奈良公園バスターミナル会場での展示も開始。この日はボランティアスタッフによる飾り付けが行われ個性豊かなポーズのひな人形が所狭しと並べられました。筋トレしてますよ。すごいなおひな様の姿を見ていただくとすごくこう楽しいポーズをそれを撮っておられてでそういうのを見ていただくとこう皆さんにこうくすっとこう笑っておられるかなみたいななのでそういった姿を見てあまた春になってこれから、ね、自粛も解けてそしてゆくゆくはまたね元の生活に皆さん戻っていって笑顔をねぜひ取り戻していっていただきたいなと、まあ、そのように思っております。いや面白いなあのビール飲んでるひな人形とかいっぱいスマホ持ってるのとかもありましたよ自撮りしてるとかねあのひな人形自身も楽しいでしょうね、うん、新たな道が開けた感じがありますよね、うん。まあ、この並んでいるひな人形なんですけども全国から集まったもので奈良県の4会場合わせて1000体以上集まったそうです。こちらの福寄せひなは平城宮跡内と奈良市役所の会場は3月10日まで奈良公園バスターミナルと奈良市総合観光案内所の会場は3月30日まで開催中です。詳しくは奈良県福寄せひなプロジェクトホームページをご確認ください。さて続いては未来の住みよい街を考える催しが開かれました。ご覧ください。2月27日奈良市にある南都商事株式会社で奈良県スマートシティアイディアソンが行われました。これは全国的に進められているまちづくりプロジェクトの一環として奈良県が企画したものでより良いスマートシティの実現に向けみんなで意見を出し合おうという催しです。この日はオンライン会議でも開催され会社員や自治体の職員、主婦、大学生などが参加しました。初めに行われた講演ではスマートシティ化による可能性や奈良県の特性などが紹介され参加者は先端技術や自分たちが住んでいる奈良県の現状などについて学びました。続いてグループディスカッションが行われました。今回のテーマは古都奈良で先端技術を活用した住まい方です。あるグループでは現在の改善点を先端技術で補う案などが議論されていました。最後にグループごとにまとめた意見が発表され参加者は他のグループで検討された内容に共感しながら聞いている様子でした。今あのスマートシティは全国でさまざまな取り組みが行われています。で、奈良県でもこのスマートシティ、町のスマート化っていうのは絶対に進めなきゃいけない分野だと思っています。一番大事なことは人、まあ、人材だとかあるいはその、地域の方々の意識を変えていくということが、まあ、一番大事だと思ってこのような企画をいたしました。職種によりますが徐々にテレワークがもう当然ながら一般化してきていると。でコロナにおいてこの動きはすごく5年分ぐらい加速してまして前倒しで我々の生活スタイルが変わってきています。そういう意味では多都市居住とか2拠点居住っていうのは、まあ、結構当たり前に若い世代になりつつありまして、まあ、ちょっと1時間とかあれば大阪とかですね京都に出れると。でここの地の利を生かすというのがすごい奈良としては重要かなと思っています。これ2年間やってるんですけれども平城宮跡歴史公園のあそこの場所でですね自動走行を走らせたりとかちょっとしたロボットが動いたりとかドローンが飛んだりとかしてます。あそこをですね、まあ、大いなる実験場にしようということでこれは日本政府国土交通省が主導してですね第一発目に選ばれたのが奈良です。まあ、身近なところからイメージしていただいてそれをより良くするという活動をまあ、アイデアでもいいですから、まあ、日々考えていただければですねいろいろと奈良のこれからの新しいコンセプトをイメージしやすくなるのかなと思います。
さまざまな方が参加されたんですけども、このアイディアソンとはアイデアとマラソンを掛け合わせた造語なんだそうですね。まあ、あの平城宮跡は国家プロジェクトの最初の拠点で、今後もさまざまな実験が行われる予定ということですので、興味のある方はぜひチェックしてみてください。以上トピックスのコーナーでした。 KCN 情報発信スタジオゲスター、まだまだ続きます。皆さん、1日と15日はコロチキの日ですよ。そうですよ。1日と15日に更新される番組やってーぞは、僕たちこのコロチキチキペッパーズが奈良の皆さんが活躍されているところに突入し、いろんなことに挑戦します。しますよ。見ないと絶対に、せーの、やってーぞ。みんな絶対に見てくれー。さあ、続いては奈良の気になるスポット、人物ことを奈良県出身リポーター奈良の目線で紹介します。ピックアップザ奈良のコーナーです。はい、今回は、奈良市のランドセル専門店から市川さんが中継で紹介してくれます。それでは市川さん、本奈良行こうか。はいはい、私は今ランドセル専門店ランドセルの木下さんの店内お邪魔しております。壁にね、本当にさまざまなデザイン、そして色のランドセルが並んでいまして、うちの子供もどんなランドセルを選ぶんかなって考えるだけでも胸がキュンキュンしてきております。市川さん、はいはい。そんな話いりません。ちなみに今日の前、胸はだからなんかランドセルっぽいブローチなんですか？これね、今回はちょっともう今ね、いろんなピンクとかいろんな色のやつがありますけど、私の思い出の真っ赤なランドセルにしました。刺繍すごい。なるほど、市川さんの頃は、ね、刺繍刺繍、赤か黒しかなかったと思いますからね。どうなんでしょう。永井さん、もちろんそうです。あ、そうか、そうか。はい、お願いします。時代がね、じゃあ私のちょっと後ぐらいからいろんな色が出てきたかなと思いますが、さてさて、本日はですね、こちら店主の木下さんにお話を伺いたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。さあ、木下さん、ランドセル専門店ということなんですけれども、うん、はい、全国的にも結構珍しくないですか？そうですね、県内でも製造販売している会社はあるんですけれども、うん、まあ、私はランドセルコンシェルジュとして、うん、まあ、店内に90から100本ぐらいのランドセルを展示させていただいてます。ランドセルコンシェルジュ、はい、初めて聞きましたけれども、はい、どういった感じですか？そうですね、ランドセルって種類が多いですので、皆さん迷われるんですね。ですね、まあ、そういったお悩みや、不安をですね、お聞きしまして、ランドセルをこんなんがいいんじゃないかなと提供させていただいてます。確かにランドセルってだって人生で1個買うかどうか、まあ、自分自身はね、だいたい自分1個しか買わないですし、どれを選んでいいかわからない、デザインも豊富にある、で新しいキットね、技術もあってわからないですよね。いや、そうか、それをコンシェルジュに教えていただいたらいいですね。ランドセルって買うタイミングは今いつ頃なんですか？大体ね、皆さんゴールデンウィークぐらいからだったんですけど、はい、もう年々早くなってまして、はい、まあ、3月、今年だったら2月にも買いに来られてる方おられます。え、2月に、はい、2月にこの春じゃなくてその次の春の分ですか？はいはい、1年間寝かすみたいですね。熟成ですね。はい、そんなことはあるんですね。はいはい、そうかそうか。そのじゃあランドセル、まあ、その早くに買われる方ももちろんいらっしゃいますけれども、はい、今から来月入学の方も買えるっていうのはありますかね、はい、在庫的に。ございます。はい、よかったよかった。その買う時の選ぶポイントを教えていただいてもいいですか？はい、そうですね、やはりランドセルっていうのは背負うことが主ですんで、うん、肩ベルトですね、うん、そこを重点的に見ていただきたいと思います。肩ベルト、はい、そんな違うもんですか？全然違います。はい、例えば、はい、例えばですね、うん、こちらランドセル2点置いてるんですけども、はい、かわいい、白と黒白と黒で、うん、こちらがね、今現在の現行のモデルですけども、はい、見て横から見ていただきますと、肩ベルトがこのようにちょっと湾曲してるの分かりますか？はい、こうふわっとね、浮かんでますね、はい、リフトアップしてるんです、うん、これが今の私のところで置いてるランドセルです。はい、でこちら古さはあんまり問題ないんですけども、うん、肩ベルトが垂れ下がってるの分かりますか？上がってはないですよね、さっきみたいにね、はい、そうですよね、うん、これまさしく私の時代の時はこんなんだったんですけども、もう私もこんな感じで懐かしいですね。そうですか。これぜひね、背負っていただいたら違いが分かるんで、はい、よろしければ背負っていただきます。いや、年がいもない、はい、いやいやいや、とんでもないです。ちょっと背負わせ
せていただきますね。めっちゃ嬉しそうや、はい、いやでもランドセルが何十年ぶりでしたね。盛り上がりました。これ背負い方ってやっぱりこうよいしょっていう感じのイメージですよね。この古いランドセルはねやっぱ肩のところを引っ張り上げるんですけど、うん、引っ張り上げなければねここにね隙間ができるんです。はいはいはい、はい、で荷物が入ればこうまた落ちていくんで、うん、腰のところでギュッとこう当たって、はい、ここはスカスカの、はい、スカスカなんで重さがダイレクトに伝わります。ですのでこう引っ張られる。そうですね、ですね、こうやって、はい、もう走り回りますよ ね、 そ、 うですね。それがあの、うん、昔のランドセルです、はい、で今のランドセルまた背負って、ね、はい、じゃあちょっとこの工藤さんを置かせていただいて、はい、今のランドセルはよいしょ、あの肩にね綺麗に乗るんです。で隙間がないので重さが、あの伝わり方が全然違います。よいしょしなくても、はい、ちゃんとここでフィットしてますよね、はいはい、すごい。ですね、同じ重さ背負っていただいてもあの感じ方が違うと思います、うん、キュッとしてていいですね、はい、これ持ちやすい、はい、確かに ありがとうございます、はい、持ってもうずっと背負っとこうかお買い上げを。いやでもね本当にこういうのって体験してみないとわからないじゃないですか、うん、はい、なのでそのネットとかカタログとかで見るんだけじゃなくて、はい、やっぱつけてみないと背負ってみないとわからないですね。そうですね、着ていただいてフィッティングしていただいて、うん、いろんなお店でまた探していただいたらいいかなと思います。そうですね、はい、いやーめっちゃちょっと楽しくなってきちゃった。永井さん、近藤さん、ご自身のランドセルってどんなでした？そうですね、永井さんはランドセルはまだなかったでしょうね。そう、相当昔ですからもう紙袋違うがな、うん、紙袋やね。違うんですか？スーパーやないねから。あれありました、ランドセル。あのね、僕らはもう本当四半世紀前ぐらいですからあ、ごめんなさい、25年足らんかったけどサバやな。ね、もうあの素材があんまり良くなかったんやろね。だからね、大半ね6年間持たなかったんですけど、私だけはね最後まで持たしましたから、ね、あ、丈夫に使ってたんですね。まあ使った。だからまあ物持ちええのか、もしくはお金なかったかいう話ですけど、うん、しっかり持ってはって。近藤さんは？私はねちょっと濃いピンクのランドセルを背負ってたんですけど、ほうほうほう、ちょうど私の頃が色出だし出始めたぐらいで、この後からどんどんカラフルになっていって、今色いっぱいあるじゃないですか、で木下さん、これ皆さん色とかで結構悩まはる人多いんちゃいます、はい、そうですね、女の方はですね、やはり色が多種多様にありますんで、うん、お母さんとまず色で悩まれます。そうですか。ちなみに木下さん、そちらのお店ではね、はい、どのような形でランドセルを勧めてらっしゃるんですか？はい、うんうん、そうですね、やはり6年間背負っていただくのがまず第一ですんで、丈夫で、背中にフィットするようなランドセルをお勧めさせていただいてます。なるほどね、うん、やっぱりこんなにフィットするのがいいですよね、はい、ランドセルね。はい、で木下さんはそのランドセルの販売だけではなくて何か新しい取り組みを始められたと聞いてるんですけれども、はい、今年からランドセルバンクという活動をさせていただいてます。ランドセルバンク、はい、どういった取り組みでしょうか？はい、まあ、全国の皆さんからお使いになられたランドセルを頂戴しまして、それをクリーニングしまして、はい、コロナ禍でなかなかランドセルのご購入が厳しい方もおられますので、そういった方にお渡しさせていただいてます。そうですね、まあいい取り組みですね。そうかそうか、どうですか反響というか。そうですね、3月の1日から始めさせていただいたんですけども、うん、昨日でもう10本ほどお取りに来られた方もおられますんで、うん、まあ、上場といいますか、まだまだですけども、はい、なんでもっとね、始められたきっかけって何だったんですか？うんうん、そうですね、もともと絵本であるとか、子どもの服をですね幼稚園とか保育園に寄贈させていただいてたんですけども、うん、その延長で何かお子さんの役に立てたらいいなということで、地元のボランティアの方と相談してさせていただきました。うん、そうなんですね、はい、今これこうずらっと並んでいるのがもしかしたらそれかなと思って、はい、そうですね、見ていたんですけれども、はい、これをどのように、先ほどクリーニングっておっしゃられてたんですけれども、はいはい、どういうふうにされてお渡しするんですか？はい、やはり綺麗に扱ってらっしゃるんですけども、うん、やっぱり汚れ等ありますんで、うん、それをクリーニングって言いまして、まあ、溶剤じゃないですね、洗剤で洗って、うん、綺麗にしてお渡しさせていただいてます。作業見せていただくことができます？はい、大丈夫です、はい、お願いします、はい、よいしょ。本当にいろいろな、ね、やっぱ汚れるもんな。こんな6年間使ってたのにこんなに綺麗っていうのに私はびっくりしてるんですけど。形は非常に綺麗です ね、 ね、ただやはり背中のところは直接触れるところですんで、こういった汚れが出るんです。確かにそうですね、ちょっとね黒ずんでますよね、はい、ですんでこういったものをですね、うん、ちょっと私が配合しました、うんうん、洗剤で落とさせていただきますと、はい、特殊なやつですね、はい、そうです、ちょっとじゃあさせていただきます、うん、お願いします。
あ、綺麗になった。あ、すごい、すごい、すごいな。わかりますか、ピカピカなりましたよ、はい、あっという間ですね。力がいるんで、あの、もっと時間かかるんですけども、うん、まあ、今簡単にやればこれぐらいの感じで、はい、あ、すごい、もっと綺麗になります、その配慮を教えてほしいな、はい、これだったらもうそんなにね、あの、ちょっとこう譲り受けたものだからっていう気持ちにもならずに、はい、新品の気持ちで使えますね。そうですね、まあ、せっかく皆さんの気持ちが積もったランドセルですんで、うん、あの、少しでも綺麗にして次の方に、ね、使っていただけたらいいなと思って、うん、はい、やってます。本当ですね、はい、あ、よかったすごいですね、はい、ぜひ、あの、なんかこう購入できなくてどうしようとか悩んでらっしゃる方はお問い合わせをね、はい、していただきたいですね。ぜひしていただきたいです、はい、木下さん、じゃあ今後の展望を教えていただいてもいいですか。はい、あの、まあ、こういった活動も継続しないと、あの、意味がありませんので、こちらもさせていただきますし、また、あの、私販売もしてますので、はい、まあ、そちらのランドセルの方も皆さんにいいランドセルをご紹介できたらいいなと思っています。はい、ありがとうございます、はい、まだね、購入できてないっていう方もね、今から来て一緒に相談してもいいですし、はい、まだもう少し先だけどっていう方も木下さんにいろいろ情報を教えていただいたり、はい、ちっちゃいうちからちょっと背負ってみたりとかして ね、はい、どれがいいとかやり取りするのもいいかもしれないですね、はい、木下さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ランドセル専門店木下さんのお店からご紹介しました。はい、いやー、すごいな、ランドセルね、いろんなあんねんね。そうですね、それとは何も1年前ぐらいから買うの、みんな。もうみんなやっぱ、早いな。周りの友達も結構早くから予約してます。そうですか。うーん、なでもランドセルと懐かしく感じるな。そうですね、一生ものですもんね。さて、次回のピックアップさならなんですが、はい、次回は土方兄弟が奈良マラソンに向けてランニングクリニックに参加した模様をご紹介します。以上、ピックアップザナラのコーナーでした。さて、続いては皆さんから写真やメッセージをお寄せいただきご紹介するコーナー、その名もみんなのネキニュースです。ネキとは方言ですぐそばという意味ですけれども、皆さんのネキにあるお写真テレビでご紹介できますので、どしどしお寄せください。今回のベストショットはこちら、桜井市のペンネーム島猫さんからいただきました。泣いた庭のさくらんぼの花が咲き始めました。桜とは違って 4,5 日で満開になってしまうので期間は短いのですが、毎年楽しみにしています。その後のさくらんぼも甘くて美味しいですよ、といただいてます。さくらんぼの花ってあんまり見たこと僕ないですね。ねえ、実がなるのでも楽しみですね。もうさくらんぼはもう大好き。いいなー、美味しいよ、ね、楽しみだな。ありがとうね、ありがとうございます。はい、メッセージいこうか。生駒市のペンネームはるちゃんさんからいただきました。名前ね、はるちゃん。最近永井さんがよく奈良検定についてお話をされていますが、はいはい、そもそも奈良検定ってどういった試験ですか。とても興味がありますので、できたらピックアップ奈良で取り上げていただけませんでしょうか。楽しみにしていますと。ちなみにですね、あの、奈良県で正式に言うと奈良マゴロバソムリエ県っていう名前です。で、まあ、いわゆる奈良ファンとかね、それから、はいはい、奈良に詳しい人を認定しようという試験なんです。へ、例えば問題としては歴史とかね、観光とか、うん、いろいろ出るわけですよ。はは、それを答えて、まあ、2級1級、そして最後が、マゴロバソムリエ。あ、段階があるんですね。ただね、これはね、1年に1回しか受けれないです。あ、へ、なので、まあ、最低でも3年かかるっていうね。でしかも今年度はちょっとコロナの関係で中止になってしまい、また来年度新たにっていう形なんでね。まあ、私はね、それを必ず受かって、マホロバソムリエになろう思ってますけどね。あ、頑張ってください冷たいねはい、頑張ってよ。はい、続いていきましょう。はい、続いて京都府聖火町のペンネームパタパタ母さんさんからいただきました。パタパタ母さん。グリーンプラザ山町さんに足を運びました。プレゼント用のお花を購入しましたが、丁寧に説明していただきました。先方が、先方様にも喜んでいただいてよかったです、といただいてます。本当にグリーンプラザ山町さんね、いろんな花があって楽しい場所ですからね。そう、いろいろ教えてくださるので、ぜひお越しください。はい、はい、どんな写真でも OK ですので、皆さんのベストショットどしどしお寄せください。オーバーケースターホームページの投稿フォームからお願いします。ベストショットを紹介させていただいた方には、ケースタ特製巻き取りエコバッグを、メッセージを紹介させていただいた方には、ケースタロゴ入りボールペンをプレゼントします。以上、みんなのネキニュースでした。続いてはプレゼントのコーナーです。今回はグリーンプラザ山町提供、スタジオを飾っていただいた鉢植えを1名様に、バンビシャスなら提供、3月20日21日に奈良電アリーナで開催されるB2 リーグバンビシャス奈良対ライジングゼファー福岡の観戦招待券をペア3組6名様にプレゼントします。ご応募はケースタホームページのプレゼント応募フォームからお願いします。またプレゼントの応募はハガキやファックス、E メールでも受け付けています。ご希望のプレゼント、ご住所、お名前、ご連絡先と番組へのご意見ご感想をご記入の上、皆さんぜひご応募ください。そして先週のプレゼント当選者はご覧の通りです。おめでとうございます。さて、ケースタでは皆さんから情報をお待ちしております。
地域のお祭りやイベント情報、地域で人気のあの人あのお店、ネケニュース宛ての写真、私たちのメッセージなどなど、電話ファックス、イメール何でも OK です。皆さんからの情報お待ちしております。さて今一度市川さん呼んでみましょうか。市川さん、市川さん、はいはい。さあ木下さん、いろいろご紹介いただいたんですが、はい、そのランドセルバンク、はい、あの寄付したいなっていう方の募集はまだされてるんですか？おかげさまでもう今年の分は締め切らさせていただきましたので、もうたくさん集まったので、はい、もう今年の分は終了ということですね、はいはい。でもし欲しいな、どうしようかなっていう方はどうしたらいいですか？もう何の遠慮もいりませんので、私のお店の方に直接ご連絡いただけたらいいなと思いますので、よろしくお願いします、はい。ご来店いただいて、やっぱりこう背負ったり、はい、いろいろ確認していただいてね、はい、素敵なものを選んでいただきたいですね、はいはいはい。木下さん、今日はありがとうございました。はい、はい、スタジオにお返しします、はいはい。素敵なプロジェクト、ね、すごいね、うん。ちなみにですね、ピックアップザララ、次回はですね、土方兄弟ランニングクリニックということで、はいはい、まあ、走るんですけれども、うん、何やら兄はね、膝痛めてるらしくて、あら、ちょっとさあ走れるかどうかという、そういうところ注目していただき、もしかしたら嘘ついてるかもしれませんね、可能性は高いな次回もお楽しみに、お楽しみに。さあ、それではですね、お別れこのポーズでいきます。木下さんもよかったら一緒にお願いしますね、はい、お願いします。 KCN 情報発信スタジオ、ケースター、また来週です。さようなら。あ、いいね、木下さん素晴らしいよかったらランドセル手をやってほしい